はい、皆さん、こんにちは。こんばんは。秀樹チャンネルにようこそおいでくださいました。今回なんですけれども、今回はこのキャッツファクトリーさんから発売されてます、ラウドネスの高崎明さんのですね、シグネチャーペダルの、8120歪みというペダルなんですけども、こちらをですね、ちょっとお借りすることができましたので、ちょっとレビューをね、してみたいなと思います。こちらの方なんですけれども、使い方としてはですね、もちろんこのアンプにつなげて、アンプクリーンで、こちらのペダル単体の歪みでも、使うことができますし、アンプを歪ませておいてですね、そちらのブースターとしても使うこともできると。今回はですね、で、アンプをクリーンにした状態と、で、アンプを歪ませた状態で、それぞれちょっとね、音を出してみましたので、そちらの方、早速、聞いてみてください。それではどうぞ。
はい、ということで、サウンドの方、いかがだったでしょうか。今回ですね、ギターの方もですね、初期型なんですけれども、キラーの、プライムをお借りして、弾いてみました。こちらピックアップもね、サンダーインジーストという高崎明さんのシグネチャーピックアップに乗せ替えられているモデルなんですけれども、こちらを使って、弾いてみました。ただ、アンプの方がね、マーシャルのスーパーリオ100ということで、まあ、その辺がちょっとご本人のセッティングとはちょっと違う音になっているのは、ちょっとご了承いただかないと、やむを得ないかなと思うんですけれども、その辺ちょっと脳内でですね、皆さん保管していただいて、サウンドの参考にしていただければなと思います。最後にですね、こちら、ブースターセッティングで、マーシャルの方は歪ませて、そのセッティングで SDI を弾いてみましたので、それを流しながらお別れしたいなと思います。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。